い、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトル方程式4についてお送りします。で、これで4本目で、前回同様ポイントがあります。で、今回は円に関する問題なんだけど、ポイントが2問で、下に2問で計4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ベクトル方程式はこの4つで基本的に終了です。まあ1、2やって、前回が方線ベクトルで、これが円だね。で、円に関するまず、まあ、2つ覚えてほしいんだけど、1個目は定点 C、まあ、中心で、これが、まあ、C を中心として半径 R の円はこう表されるよっていう。で、下の方は2点AB っていう、この2点が直径になっている時の円のベクトル方程式はこうだよっていう、まあ、その2パターンぜひ覚えてください。で、まず中心が C で、半径 R の方は、絶対値 P ベクトルマイナス C ベクトル、まあ本当は P ベクトルマイナス C ベクトルの大きさだけどね、これが R と一致しますよって。で、これも一応なんでこうなるかを簡単に説明します。それは思い出すときに使えると思うので。で、これはね、円を、図かを書くと分かりやすくって、まあ、円があるじゃないですか。で、中心が C なんだよね。で、P はその円周上のどっかにあるんですけど、まあ、この辺にしようか。こうあると。まあ、この状態なんだよね。で、今、じゃあここに CP ベクトルと。ここにベクトルがあります。で、もう図で見て分かるように CP ベクトルの大きさね、絶対値だ、大きさね、は必ず半径と一致するから、半径 R だからさ、今 I と R って置いてるからね。だから CP ベクトルの大きさは R と一致しますよね。 CP ベクトルって後ろ引く前なんで、崩せば P ベクトルマイナス C ベクトルってすることができる。だからそれの大きさが R ですよって言って、これになります。まあ、思い出すときね、使ってください。で、もう一個、あれか、まとめて消せばいいね。で、もう一個が、そのさっき言ったように、A と B。これが直径ね。まあ、線分 AB と言っていいかな。を直径と両端とする円のベクトル方程式。で、これは、これ内積使うんだけど、P ベクトルマイナス A ベクトル、カッコね。とかける、まあ、内積だね。P ベクトル、間違った、マイナス B ベクトルが0です。P ベクトルマイナス A ベクトルと P ベクトルマイナス B ベクトルの内積が0。これが、AB を直径の両端とする円のベクトル方程式と。で、これもですね、まあ、内積イコール0を使ってるんで、垂直とか直角を使うんだけど、こうあるでしょ。で、これをまあ直径として A と B とするじゃんか。で、さっきも言ったように P は円周のどっかにあるんだよ。で、じゃあこの辺にしようか。ここに P がいるとする。で、これね、P-A ベクトルって、これ AP ベクトルのことなのね。AP ベクトル。これ崩すと後ろ引く前なんで、P ベクトル、マイナス A ベクトル。これになるからさ。で、もう一個、PB ベクトル。これ PB、あ、これ BP ベクトルだ。のことなんだけど、これ中学校の円周角の定理やった時に習ったことだけど、円に内接する三角形ね、今三角形だと思ってください、の一辺が直径になってる時、必ずここ90度になるんだよね。これ必ず、これ中3の時にやってるんだけど、だから結局 AP ベクトルと BP ベクトルが90度垂直に交わる。つまりAP ベクトルと BP ベクトルの内積は0になるんです。垂直だからね。で、それを崩したらこうなるっていう。P ベクトルマイナス A ベクトルかける、まあ、P ベクトルマイナス B ベクトルが0ですよっていう。いいかな。まあ、これは一応思い出すときに使ってください。自分も結構これ使うので、やっぱりど忘れするとね。で、その2つを使って問題を解いていくんですが、まあ、これ自分のイメージなんですけど、この円のところはね、この成り立ちというか、この2つね、今消しちゃいましたけど、この部分を覚えてる方がわりかし解きやすいイメージがあります。
で例えば3番点 C、 これね2の3が中心、まあ、この状態でね中心が分かってて半径分かってれば一瞬で倒せるんですけど、点 A11 を通る円、つまり半径が分かってないんだよね。でこれどうするかっていうと、まあ中心が分かってるけど半径が分からないとここで勝負ができないので半径を出します。で、うん、半径どうするかなって感じもするんですけど、ちょっとさっきの円に戻るとね、ちょっとちっちゃめでごめんよ、円がありますと。で点 C2 の3が中心になってて11を通る P は、ね、AC のどっかにありますけど、11を通るってことはまあ通るんで A はどっかにあると、まあちょっと場所違うけどね、11ならこっち側だと思うけど、まあ許してってことはさ、 AC ベクトル、まあ、CA ベクトルどっちでもいいですけど、ここの大きさを出したら絶対半径と一致するでしょ。 AC のやつどう見ても半径だから、あそこなので、それで半径を出しに行きます。だからこれ暗算しちゃっても構わないんですけど、下の板書足りるかな、ギリいけそうだね。なのでまあこれね途中式書かされることはないだろうから、AC ベクトルを考えると後ろ引く前なんで、成分は後ろ C から A を引くから1の2になります。なので成分が分かっている時、ベクトルの大きさっていうのは2乗して2乗して足してルートね、2乗1、2乗4足すと5、それにルートをつけるからルート5と、これが R なんです今半径になる。で、それも分かったから、あとはもう中心も分かってるんです、まあ行きましょうっていう感じ。で、これも暗算で慣れてしまっても構わないんだけど、本当は、ちょっと口で説明するよ、ここ。P ベクトル。これは前の動画でも言ったように、P ベクトルも XY です。いいね、XY。で、そっから C の2の3を引いてるので、P-C。ね、P ベクトル-C ベクトルのところは、ちょっと消しちゃうけど、あとで。X、ごめん、左側は、P の X から C の2を引くので X-2 です。で右側 Y 成分の方は Y から3を引くので Y-3、 これが P ベクトル -C ベクトル、これねになってると。でそれにこう大きさのこれがついてるでしょ。でさっきもやったように2乗して2乗して足すんです、これ大きさを求めたいときは。だから2乗するとまだ分解しなくていいよ、x マイナス2の2乗プラス y マイナス3の2乗でルートなので、イコール、それがこれだから今左側で、右側 r はさっき出したようにルート5なんでこうなります。で両辺ルートルートになってるから2乗してルートを外してあげて x マイナス2の2乗プラスy-3 の2乗イコール5と、これで終了となります。まあ、正直ね、これまあ半径出すのはこれやんなきゃいけないけど、でもまあ2点間の距離で普通に出せるし、座標だと思っても出せるんだけど、だから中心が2の3って言ったらこうなるじゃん、円は。で半径ルート5って分かってればもう円の公式ってこれなんだよね、ベクトルなんか使わなくても。でも今回一応ベクトル方程式を利用してっていう、その単元でやってるので、使うと、まあ、こういったことがあって、こういったものを使って、ここに持ってきてるんですよっていうのは一応ね、確認しておいてください。本当にね、普通の座標だと思って解いても解けてしまうんだけど、ここに関しては。よし、で、2番ですね。で、ここは、AB。これを直径の両端、つまりね、端っこっていうことで、こっちの公式を使っていきます。で、こっちに関しては、まあ、この公式がすごいね、役立つので、まず、P ベクトル -A ベクトル。で、さっきも言ったように、P ベクトルが XY なんだよね。で、そっからこれを引いてるので、こっち側の成分としては、X から A を引いてるから、X-1 と、Y から6引くんで、Y-6 と。これがこっち側の成分。で、かける、こっちもね、P から B を引けばいいので、X-3 と Y-0 なんで、Y との内積が0。これ公式のまんまね。で、内積っていうのは、左と左、右と右を掛け算することができるので、これまず左を掛けてしまうと、ちょっと
普通に暗算しちゃうね。 x2 乗マイナス 4x プラス3で右と右掛け算すると y の2乗マイナス 6y イコール0です。で円のね、あの状態を出したいのでちゃんと括弧の2乗を作った方がいいから、まずこの部分 x2 乗引くマイナス 4x だけ見て無理やり作る。無理やり作るとこれあれだな、答えまでもう一行いけるよね。じゃあちょっと待って、途中式もう一行入れるね。この部分で無理やり括弧を作ると x マイナス2の2乗です。なぜならこれを展開すると x の2乗マイナス 4x が出てくるから、これがね。でもプラス4が出てきちゃうんだよ、余計に。で余計にプラス4が出てきちゃうので、その分マイナス4で引いてください。もちろん暗算でできる方はこんなん書かなくても大丈夫です。で、プラス3がいて、次ここ。ここで無理やり作ると、プラス y マイナス3の2乗です。で、これを展開すると、y の2乗マイナス 6y 出てくるからね。ただし、プラス9っていうのが出てきてしまうので、余計に9を引いてください。で、イコール0と。まあ、これ他の単元でやってるんだけどね。一応確認でね。で、この部分、括弧の2乗は、その答えとして使いたいので、カッコ x マイナス2の OK ね、2乗をプラスカッコ y マイナス3の2乗イコールで、左辺計算するとマイナス1とマイナス9、マイナス10だね。持ってくれば10なので10と、これで円のベクトル方程式完成となります。両方とも右に上がったね、線がね、申し訳ない。まあ、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 B のベクトル方程式丸4についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からやっと問題演習入ります。で、多分ね、動画 2,3 本かなとはまだちょっと予定してる感じなんでわかんないんですけど、あの次回からポイントなしの問題演習やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。